今日のヒーローは4回見事な逆転ツーランホームランを含む今日は3安打3打点大松選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。大松さん、あの場面は1点取ってなおもチャンス、いいバッティングができました。本当周りの選手がね、すごいいい形でつないでくれますし、まあそういう流れを切らさずにまた、次のバッターにいい流れでっていう気持ちで打ちました。あのボールチェンジアップということだったんですが、前回の第1号はパームボール難しいボール、今年はホームラン難しい変化球に対応できています。そうですね、本当に、チームが苦しい時に、打ててるんで、まあ、そういう面で良かったと思います。金森コーチも秀逸なバッティングというふうに評価していました。嬉しいですね、ありがとうございます。これでチームは3連勝単独首位に立ちました。ありがとうございます。2007年7月5日以来およそ3年ぶりの首位だそうです。単独首位だそうです。もう、この勢いでね、どんどんいけるように頑張っていきます。しかし今年のマリーンズは本当にこうヒットがつながるし集中力がすごいですね。やっぱりベンチの雰囲気もものすごいいいんで、どんどんいけるような雰囲気があるんで、今年はやっぱ違うと思います。大松さんも今日3安打昨日2安打2試合続けてのマルチヒット、連続試合のヒットも5試合と伸びています。調子も上がってきました。そうですね、もう、4月ですし、これからどんどん、チームとともに、勝っていけるように頑張ります。さあ最後にチームの状態もいいです。大松さんも状態上がってきました。抱負をお願いします。今日の、ね、勝ち方をこれからも、できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。今日のヒーローは見事な逆転ツーラン大松選手でした。放送席どうぞ。